47丁目から50丁目、ロックフェラーセンター駅は、マンハッタイクミッドタウンの6番街、地下47丁目から50丁目の間に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線の駅である。P 系統と M 系統が平日23時まで、D 系統と F 系統が終日停車する。この駅は1940年12月15日に、 IND6 番外線の西4丁目、ワシントンスクエア駅への延伸路線の一部として、開業、駅北側で IND クイーンズブールバード線と接続している。また、駅近くにある、ロックフェラーセンター地下街と当駅は、地下通路で結ばれている。急行線は1967年に西4丁目、ワシントンスクエア駅から34丁目、ヘラルドスクエア駅。 クリスティーストリート連絡線間が開通した。この駅は、島式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を持った2面4線の地下駅である。他のニューヨーク市地下鉄の2面4線の駅と違い、南港ホームは急行線が外側で観光線が内側となっているが、これは、駅北側の IND クイーンズブールバード線との交流地点との兼ね合いのためで、北港ホームは、 標準通り急行線が内側、観光線が外側となっている。急行線は IND8 番街線から7番街駅を経油市東駅へ、観光線は63丁目線から57丁目駅を経油市東駅に入る。駅の南側では、南高換行線が急行線の元を交差し、観光線が外側、急行線が内側の標準的な構造に戻る。 駅には3カ所の改札口があり、それぞれ改札街北端西49丁目、改札街中央西48丁目、改札街南端西47丁目にある。駅はアメリカの映画マラソンマンの撮影に使用され、撮影当時は運行中であった、KK、k k 系統の案内表記が記念として6番街と西47丁目の交差点東側の入り口に飾られている。 ありがとうございます。